こんにちは。今日もセルシオについて語ってみようかと思います。このサングラスどうですか昭和って感じでしょう。わざわざ取り寄せました。今ね、こんなサングラスしてたらね、確実に殺されますね。まあでも、当時セルシオのりって、こんなサングラスかけてませんでしたなんか、ね、なんなんでしょうね、一体ね。<laughs> ということでね、今日はセルシオの、ここはダメだろうっていうね、えー、そんなね、悪い点を3つ挙げてみようかと思うんですよね。 じゃあ、あのー、悪い点3つをお話しますので、ちょっとカメラ切り替えさせてもらいます。はい。えー、1点目はね、この灰皿ですね。まあ、令和の時代に、うん、こういう車には灰皿いらないですよね。まあ、いかにも昭和って感じがします。まあ、小銭入れとして活用させてもらってるのと、あと、あ、MD が入るみたいですけども、これも、ちょっとね、残念ながらいらないかなと。当時をし忍ばせるにはね、まあいいんですけどもね。 はい。あとは燃費ですか。燃費もね、賞味良くはないですね。これ7キロぐらいじゃないですかね。まあでも、こういう車に乗るのに燃費とか言い出したらダメでしょうね。<laughs> まあということなんで、燃費は気にしないでいきます。 はい。あと3点目なんですけども、別にまあこれ以上ないかなってとこですよね。まあ1点目も2点目もいささかこじつけめいたものがあるんですけども、今の令和の時代にはかえってこの昭和のねシンプルさってのはとってもなんか新しいような気がします。まあ今ね、セルショーも令和の時代に入って結構人気が出てるみたいなんで、皆さんもね、一回乗ってみてはいかがでしょうかということで今回は終わりです。